でそうすると加速をしたいんでしょ、飛ばしたいと。じゃあ加速するために筋肉が縮んだら加速できますか？できないですよね、はい。じゃあその力みっていうのは何で必要なのかって話。だからその指示の仕方が間違えてるのに、力を入れればヘッドスピードが速くなるかってならないでしょ。今の量化すると力むってこういう状態は動かない状態にしてるんだから。ドライバーで左から左、左が引っ掛けフックってことね。そういうことですね、うん、はい。ちょっとここ飛ばしたいなっていうところで左のそれで当然 OB になっちゃうわけで、それでスコア崩してるわけなんですけど、まあアマチュア男性ゴルフは特に多いと思うんですけど、うん、改めて左から左、うん、力みとのうまい付き合い方テーマにしたら力んでても左に行かない。そんなことはできないじゃないの当然フェースの向きが大きなウエイトを占めてるってことは、うん、分かってるんですけど、うん、それを踏まえて改めてアドバイスください。ちょっと力まないためにどうしたの？これもう、でも、まあ、深呼吸をするとか、それは、はい、目をつぶるとかね。目をつぶって精神統一みたいな感じ。そう、どうして力んでしまうの？じゃ欲望わからないです。その力みっていうことはさ、まあ極端に力を入れるっていうことでしょ。はい、力入っちゃう、うん、で力が入ったらどうなるの？動きが悪くなる、スムーズさを欠く。そうだね。それなのになんで力入れるの？入っちゃうんですよ。それは俺知らない。いや、そのね、スピードをコントロールするっていうことがとっても大切でしょ、ゴルフってね。はい、そうそう。みんな自分の持てる出力ってものも違うわけで。はい、でそうすると、一番そのうまく出力するっていうことを考えた場合に、力を耐える力と出す力って多分違う。放出する力と耐える力って違うでしょ。相手方がすごく動いてくるものっていうのは自分がグッて歯を食いしばって耐えなきゃいけない力に対して。で残念ながらゴルフはその方法はとても損で、自分が出力しなきゃいけないので、自分が全て力を与えなきゃいけないので、そうするとそれを動かしやすいようにするためにはどうしたらいいかっていうと、ある程度筋肉にこう柔軟なところを残しておかなきゃいけない。要するにその力みが入るっていうことは筋肉ってどういうふうに動くんですか？縮む、うん、残念ながら筋肉って独自では伸びることできないんですよ。だからそこを知ってれば、力を入れるイコール筋肉は縮めっていうふうに脳が指令するんです。脳の指令がね、力入れろっていうと筋肉はギュッとこうやって縮まるからこう硬くなる。はい、だから筋肉自体では伸びることができないんですよ。でね、こっちが伸びてるじゃないかっていうのは、こっち側が縮んでるからこっちが伸ばされてるわけで、なので、で両方を力入れてしまうと動かない。曲げるっていうのは片方が縮んで片方が縮むことによって、こっち側がある程度リラックスしてるので伸ばされるので曲がるんですよ。だから両方には力が入んない。でそうすると加速をしたいんでしょ、飛ばしたいと。じゃあ加速するために筋肉が縮んだら加速できますか？筋肉が縮んだらできない。できないんだもん。できないですよね、はい。じゃあその力みっていうのは何で必要なのか。だからその指示の仕方が間違えてるのに、力を入れればヘッドスピードが速くなるかってならないでしょ。今の量化すると力むってこういう状態は動かない状態にしてるんだから、どうやってクラブヘッドを速く動かすの？でも力みたい、だからうまくいかない。じゃあ加速させなきゃと思って
ったら、それだけで力まなくなるんですか、人間。力まない方法は多分いくつかあって、でこれはまあ時々僕はその説明で使っているのは、人間が力を入れたらよく歯を食いしばれって言われる、はい、で奥歯がダメになってないと一流のスポーツ選手じゃないっていう人がいるんだけど、僕はそれは全く違うと思ってて、王さんガタガタらしいですよ、うん、それはね、なぜかというとスポーツによって特性があって、動いてくるのすごいスピードのものに向かってグッて耐える時っていうのは、動かしたくないからガッて食いしばる、相手がドーンとぶつかってたらガッてしなきゃいけないから奥歯噛みしめるんだよ。でもゴルフっていうのはビャン、だからピッチャーは奥歯を噛みしめてないと思う。だってあれだけ柔軟にこうやって腕がビャンっていかなきゃいけないんだから、ここに力入ったら損なんだよ。それでこれね、あのさっきも言ったようによくその使う、その表現として使うのが、みんな皆さんの年齢だったらマイケル・ジョーダンが分かるんだよ、うん、マイケル・ジョーダンってあの非常にまあ、あの緊迫した状態でフリースローを決めるっていうのはとても有名で得意だったでしょ、うん、でその時にマイケル・ジョーダンってどうやってフリースローするか知ってます？こうやってね、バン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 とこうやってやって、あ、舌出す、あ、舌出すってどういうことですか？奥歯噛みしめられないでしょ、はい、もう多分ね、本能的に多分やつやね、あのもちろんいろんな方法があると思うんですよ。だから自分の中でそういうふうな一つのキーポイントを持っておくと、そういう緊張した時ってどうしてもみんな力が入る、力が入りやすい、ね、それをコントロールする術として奥歯を噛みしめない、もしくは頭の中で頭あの歌を歌ってるとかね、いろんな方法がある。まあ、例えばね、伊藤君が言ったように、あの深呼吸する。で、呼吸を止めない。あのね、耐えようとする、息を止めるのね。大体、その力んでる時って息が止まってるのね。ほとんど止めちゃうのね、人間って。だから水中ではないので、息しても大丈夫なんで。まあ、まずはそこからそれをやってどう自分が変化するかっていうのをよく知っておくといいかな。だから別に深呼吸じゃなくていいんですよ。そんなに深い呼吸じゃなくていいから正常にやる。知っておくな。まあタイガーもね、知ったに関してはあれですけど、タイガー全然写真すごい出てたじゃん、下から下から。だから意外とそういうものは本能的に知ってることが結構ね、名詞は多いでしょうね。お前何したらしてんだよって笑われた。本能で出さない。本能で出さないけど。だからよくあのなんていうかな、あの緊張をほぐすためにあのガムを噛む。それからまあ例えば大リーガーたちはね、あの紙タバコ、くちゃ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 って、まあね、その日本の人からするとね、ペッってやるのはどうかなと思うけど、まあ向こうは文化としてね、それがOKならいいけど、まあ要するに。常にこうここを動かしてることが緊張をほぐすことができる。もうそれはもうはっきり分かってる。だということは何かというと、噛み締めてないってことでしょ、はい、動かしてると。あのプロがガムを食べ、うん、ガムを噛んでるのを見て真似したことあるんですけど、皆さんガムは試されたことあるんですか？それ僕はない。ないんですか？いらないもん。だって、いやそういう術は知ってるから。湯原さんご自身は何されたんですか？その金、もう18番ですよね。16、17、18、優勝争いの16、17、18番ですよね、うん、最終日の、うん、もう他はどうでもいいんですけど、そこがやっぱり来ると思うんですけど。あ、僕はね、早くそうなれっていつも思ってた。え、早くそうなれ、そういう緊張する状態になってくれ、なってくれっていつも思ってた。自分のスイッチが入れたくて、いやもちろんすごい緊張、もちろんその人間では緊張するし、全然違うところで緊張するんだけど、その試合展開の中でどうやって自分が緊張する状態にいけるのっていうのはいつも考えます。
その状態は自分にとってすごくチャンスだから。だからチャンスのところに早く自分を持っていきたいっていうのはいつも思ってた。いや、その緊張が高まると、うん、プレーが良くなる。良くなるんですね。うん、よくなる人なんですね。うん、まあその小さい頃からそういう訓練を多分されてたんだろうね。だからやっぱりそういう風なものを求めてる。だから試合に行きたい。だから そのシチュエーションが多分好きなのかな、自分の中。だからそのいろんな緊張感がその楽しいからやってるっていうのは多分ある。なんか日々緊張してるからもうね、もう今日も生きられるかな、明日生きてられるかなと思ってるから。それ緊張。それはね、緊張じゃないよ、伊藤君、それ心配だよ。心配と緊張は一緒にしちゃいけないよ。あ、ゴルフは心配かもしれない、ね、だから心配は違うから。心配っていうのは準備してないから起こることだよね。でしょ。だって心配っていうのは準備されてないから困るから起こることじゃない。それと緊張は違うからね。あれ、じゃあ引っ掛けるのは心配 してるとか準備不足だから引っ掛ける、うん、そうだ、そっちだ。深呼吸してる意味ないです。その練習不足だけではないよね、やっぱその考え方の準備不足だよね、多分。それは言いますよね、うん、緊張しないようにっていうんじゃなくて、緊張しないようには間違いだよ、うん、で緊張しなくてさ何が面白いの。緊張しないってことは何のチャンスもないってことだよ、人として。だってチャンスが巡れば巡るほど緊張感って高まるんじゃないの。だってそういう使い方でしょ、緊張って。ちょっとすいません、今引っ掛けなって引っ掛けの緊張、それ引っ掛けはだってどうやったってクラブがさ外側から入ってくるだけの話じゃない。だってそれでその時にフェースが左にもっと向くからそっちが球、だそれは物理的な現象でしかないんだ。それだけどその考え方とかしっかりちゃんとしてれば結構止まりそうな感じしたんで、うん、一回これはそれで聞きます、はい、ありがとうございました。はい